皆様いかがお過ごしでしょうか。プルートネットワークのプルート向井です。さて今回はですね、ラジオ形式で2月公開の注目作品を皆様にご紹介していきたいなと思っております。まあ雑談形式も交えながらこういう形でですね、2月公開の作品についての、くっちゃべりをですね、皆様と一緒に共有したいなと思っております。2月の作品はですね、かなり注目作品がたくさんある月だと思っております。個人的にですね、1月も胸熱だったんですが、2月の方もですね、映画館に足を運ぶ機会が皆様増えるんじゃないでしょうか。はい、ではくだらない前振りはさておいて、早速2月公開の作品を皆様にご紹介したいと思います。では黒板ですね、どうぞ。早速2月1日公開作品を皆様に、ご紹介したいと思います。まず1つ目は7つの会議、そして2つ目はメリーポピンズリターンズ、そして、3つ目がフロントランナー、そして4つ目が雪の花ということでですね、いやーですね、2月1日もう初日から暑いですね。まあ僕がですね、この1日で注目している、まあレビューを上げようかなと思っている作品は7つの会議とメリーポピンズリターンズですね。はい、まあできればフロントランナーも見たいところなんですが、ちょっとですね、3つはしごして映画を見るっていうのはですね、個人的にめちゃめちゃ疲れてしまうので、まあ時間があればフロントランナーは、レビューしたいなと思っております。まあ雪の花という作品もですね、中島美嘉さんの歌をもうベースにした作品になっているという形で、劇場では結構予告が、流れているんじゃないでしょうか。はい、まあこちらのですね、7つの会議というのはですね、まあ原作が池井戸潤さんですね。まあですね、下町ロケット陸王、もう皆様のご存知の倍返しでおなじみの半沢直樹でございますよ。半沢直樹続編出ないんですかね。僕は結構気になっているところなんですけど、まあ半沢直樹でですね、出演している香川照之さんのですね、名演というのはですね、僕の中でも今も心の片隅に残っておりますよ。はい、まあですね、そんな香川照之さんも出演しているこちらの7つの会議という作品でございます。まあ主演の方はですね、野村萬斎さんでございますよ。まあ僕の中での野村萬斎さんのイメージというのはですね、陰陽師とかですね、まあ昔一応陰陽師シリーズという形でですね、日本がですね、安倍の生命というキャラクターにかなり注目が集まった時期がありましたよね。はい、でこの7つの会議という作品ですね、もうこれも嫌になるほどですね、予告編に、流れているんでございますよ。まあ嫌になるっていうのはおかしいかもしれませんけどね。まあですね、この予告を見ている限りですと、中堅メーカーの、ぐうたら社員である、八角、まあ、野村萬斎さんが演じているんですけど、まあこの方が何かしらの謎を持っていると。はい、まあそこから生まれる人間関係、はたまたですね、豪華キャストの皆様でございますよ。まあこれが一種の感動ものになるのか、まあ感動ものという要素もですね、予告編には流れているので、そこはですね、僕の方もチェックして皆様にこちらの作品お届けしたいなと思っておりますね。個人的には演技勝負の作品、野村萬斎さんとですね、香川照之さんのですね、衝突というのはこの2時間ぐらいの作品でどのぐらい表現されているのかというのがですね、個人的に楽しみな作品でございます。はい、では続いてメリーポピンズリターンズでございますね。まあこちらはですよ、強い強いディズニーの作品でございますよ。はい、そしてメリーポピンズを演じる方はですね、皆様が大好きと言っても過言ではない、エミリー・ブラントが、主演を務めております。はい、海外の方では僕が見た限りですとちょっと評判が悪いみたいなお話を聞いたんですけど、まあ映画というのは、世間の評価は悪くても自分の中ではドンピシャかもしれないと。まあそういう意味ではですね、僕メリーポピンズリターンズという作品はですね、かなり注目をしているんですね。まあ僕はですね、このメリーポピンズリターンズの予告を見ていると、同じくディズニー作品である魔法にかけられてという作品があるんですが、まあこの魔法にかけられてという作品はですね、学生時代友達と一緒にですね、見に行った作品でございますよ。そのアニメと実写のコラボレーションですね。
まあ良かったでございますよ。そしてこの魔法にかけられたの主演というのがですね、まあ僕が大好きで大好きでたまらない、SF 作品メッセージの主演をしているですね、エイミー・アダムスでございますね。まあスーパーマンの、作品とかでも出ていますが、まあこの方がですね、当時僕は本当にこんな美人の方世の中にいるのかと思ったぐらいのですね方でございました。なぜメリーポピンズリターンズのお話をしている時に魔法にかけられてのお話をしているんだプルート向井ということでですね、皆様メリーポピンズリターンズですね見に行きましょうということで、続いての作品はですねフロントランナーでございます。はい、まあこちらの作品はですね、主演がヒュージャックマンを演じているということで、あらすじを見ている限りですと、アメリカ大統領ケネディの再来と言われている人間が、大統領の選挙中に、スキャンダルが発覚してしまい、そこから起こる人間関係みたいな形のですね、ノンフィクションの作品になっておりますね。はい、まあこの作品ですね、歌い文句はヒュージャックマンの演技はアカデミー賞に値するということでですね、何でもアカデミー賞をつければいいもんじゃないでしょうかっていう話ですけど、え、フロントランナー別にアカデミー賞候補になってませんもんね、ヒュージャックマンね。まあヒュージャックマンという方の演技は僕もですね、ズバ抜けて好きですよ、本当に好きです。はい、まあですね、このヒュージャックマンという方の演技が僕はひときわ目立っているというか、あーもうこれは神演技だと思ったのがですね、皆様にご紹介します。プリズナーズという作品でございますね。はい、まあこちらはですね、ヒュージャックマンが演じるお父さんなんですけど、その、お父さん娘がいるんですけど、その娘が何者かに誘拐されてしまった、そこから起こる1点2点3点するというですね、まあこれはサスペンスというんですかね、という形の作品になっております。このヒュージャックマンの拍手真の演技というものはですね、神がかっておりますよ。まあですね、まだ、お話ししたいですね作品ですね数々ありますので、早速ですね続いての作品ご紹介したいと思います。続いて、2日公開の作品ゴッツオンカントリーでございます。まあですね、こちらのゴッツオンカントリーという作品ですね、予告の方を拝見させてもらったんですけど、まあなんかイメージ的にはこのポスターに映っている2人のですね同性恋愛をフォーカスに当てている作品なのかなと思います。はい、でなんか作品の色はたまったその演出的なものを見ていると、ブローバックマウンテンという作品を思い出すなという絵作りでしたね。まあこの作品がどのような形で物語を進んでいくというのは予告ではそこまで語られていないので、個人的には注目しながらも陰ながら、見守っていきたい作品だなと思っております。はい、では続いていきましょう。続いて8日、公開作品ですね、3作品ございます。はい、1つ目は劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ、そしてですね僕個人的に今年かなり注目をしている作品ですね、ファーストマン、そしてDC コミックはたまたアメコミファン、待ってましたという作品アクアマンでございますね。はい、まあですねこちら、まずご紹介したい作品シティハンターでございますが、まあシティハンターという作品ですね、僕もアニメでちょこちょこ見ていたりっていう形ですね。まあですねこのシティハンターと言ったら切っても切り離せないのが主題歌であるゲットワイルドでございますよね。 Get wild and tough 一人ではみたいな感じのものでありますけど、やっぱこの作品がですね劇場の予告とかへ流れると、わーこれちょっと見てんじゃねえかなと思っちゃうんですよ。はい、まあですね順位的にはファーストマンとアクアマンが僕の中ではレビューを上げる候補になってしまっているので、こちらもフロントランナー同じく時間があれば見たい作品ですね。結構個人的にはすげえ見たい作品でございます。はい、そして僕が注目している作品ですね、ファーストマンでございますよ。はい、そしてこちらのストーリーというのがですね、月面着陸というところにフォーカスが当たっていて、アポロ11号のですね船長であるアームストロングの視点で描かれる作品ですね。こちらのアームストロングを演じているのがライアン・ゴズリン、
まあそして監督の方がですね、ララランドの監督を務めているデイミアン・チャゼルということで、そういう意味ではララランドの監督と主演の、ライアン・ゴズリングがまた新たにタッグを組むということで注目しているんですよね。うん。で、予告を見ている限り、まあ最近ですね、新しいトレーラーが公開されたと思うんですけど、まあ内容的には人間ドラマというところにフォーカスが当たってるのかなと思うんですけど、予告を見ている限りですと、まあ監督がはいとか言ったりしていてですね、この作品は IMAX で見ることをおすすめすんぜみたいなことをですね、言っているんでございますよ。あれと、まあいいかなと思うんですけど、まあそういう宇宙という作品をイメージしてしまうと、やっぱり僕たち頭の中ではゼログラビティとインターステラーという作品が頭の中でイメージしてくるかなと思うんですけど、この予告を見ている限りだと、なんか足して2で割ってという形ですかね。まあその他にもですね、宇宙にフォーカスを当てているという作品であればアポロ13ですよね。まあトム・ハンクスが演じている作品でございますが、まあそういう意味ではですね、想像を膨らませ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 ながらですね、まあ僕はですね2月8日という日付を楽しみにしながら、待っていたいなと思います。そして続いて紹介するのがアクアマンでございますね。まあこちらの作品もですね、ダークナイトを超えたということでですね、海外ではかなりうなぎ登りの作品でございますよね。はい。まあこのアクアマンという作品はですね、前作と言っていいのかわからないんですけど、ジャスティスリーグでですね、初出演をしたキャラクターでございますよね。まあそういう意味ではですね、バットマン VS スーパーマンという作品、その続いてがジャスティスリーグという形で公開されたんですけど、まあ僕はですね、そのジャスティスリーグという作品は結構好きな作品だったんですよね。まあ結構ごちゃん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 してたんですけど、まあダーク寄りではなく結構コミカルな演出とかもされていたので好きな作品ですね。そして一方このアクアマンという作品、作品内でのほぼ半分以上が水中でのアクションシーンみたいな感じが、歌い文句な作品でございますけど、まあ予告を見ている限りですと、結構ポップなんですね、明るい感じ、ジョークを交えながらの作品になっているんじゃないでしょうか。まあですね、こちらの作品も楽しみにしていましょう。そして続いて、15日公開の作品ですね、女王陛下のお気に入り、フォルトナの瞳ということでですね、そしてこちらのですね、女王陛下のお気に入りという作品はですね、まあ今年の、第91回アカデミー賞での、9部門にノミネートされている作品でございますよね。まあそういう意味では楽しみという作品なんですけど、まあ、予告を見ている限りですと、どういう形に運ぶ作品なのかなという形でちょっとですね、はてなはてなになりながら、まあ、個人的にですね、そのアカデミー賞最多ノミネートされていても結構難解な作品とか、はたまたその自分に合わない作品っていうのも多々あるので、結構ですね、興味半分怖さ半分みたいな形でございますね。そしてこちらのですね、監督というのがですね、聖なる鹿殺しで監督を務めていたランティモス監督なんですね。まあそういう意味ではこの聖なる鹿殺しという作品、僕の2018年の映画ランキングの中でもですね、ランクインした作品なので、まあこのランティモスという監督の演出というのは結構ですね、こうじわ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 させるような演出なので、絶対見に行く作品でございます。はい。そして同じく15日公開の作品ですね、フォルトナの瞳ということで、まあこちらの作品もですね、劇場で予告がバンバン出されていますが、はい、まあですね、この神木隆之介くん演じる主人公はですね、その死ぬ間際の人を見ると半透明に見えると、その半透明に見える能力を使っていたらってワードおかしいかもしれないですけど、このヒロインの恋人である方がだんだん透けてくるという形のですね、まあそこからこの恋人の、死ぬのを阻止できるかっていう形の作品でございますかね。で続いてですね、22日公開の作品ですね、アリータバトルエンジェルとサムライマラソンということで、まあこちらはですね、アリータは僕絶対見に行こうと思ってますね。こちらもかなり劇場の予告でワン
さかわんさかやってましたからね。ジェームズ・キャメロンもですねゴリ押しだみたいな形で、予告に出ておりましたけど、まあこちらの作品は圧倒的映像美、はたまたアクション性ということで、まあ見ている限りですとあまり頭を使わないで映像を見てうわすげえやーっていう形で楽しめる作品じゃないですかね。まあ監督の方もですねロバート・ロドリゲスということでですね、はい。そしてこちらのアリータというのはですね原作がありまして、その原作というのが日本の SF 漫画であるガンムという作品らしいですね。まあ僕漫画はですね浦沢直樹さんぐらいしか見ないんであまり頭の中でイメージできないんですが、そういう意味ではそのアニメ好きの方っていうのも本作楽しめる作品になっているんじゃないでしょうか。はい、こちらもレビュー開けていきたいと思います。そして、最後ご紹介するのはサムライマラソンということで、まあこちらですねまあ走るんでございますね。はいはい、ということでですね以上プルート向井でございました。皆様2月公開の作品どちらを見に行きますか。まあですねここ、今回皆様にご紹介したのは他にもですね数々ミニシアターなどなどでも、多くの作品公開されると思いますので、皆様が見たい作品はたまた注目している作品ですね、概要、コメント欄の方に記載していただけたら嬉しいなと思っております。一緒にですね映画の話をして盛り上がりましょう。ということで以上プルートお迎えでございました。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。